皆さんこんにちは、りほです。今日は久々のバッグ購入品紹介です。いろいろね、新調したアイテムがあるのでご紹介していきます。今回はカラーアイテムも入れてみました。じゃあ最初にこの机に載ってるものから紹介します。まずこちら、ステラ・マッカートニーのトートバッグです。このムーンバッグっぽい感じのフォルムが気に入って今回購入しました。これは22年 SS の新作だったかな。ステラ・マッカートニーといえば割とこうチェーンバッグだったりとか、まあ、最近ねこんな感じのトートバッグが流行してたんだけど、このね形は珍しくて一目惚れしたバッグだったのでブラック購入しました。カラーはね、いろいろね、あった。キャメルだったりとか、ホワイトもあったし、もう今年はね、ホワイトもすごく迷ったんだけど、これはね、割とシンプルで、このさりげないロゴがかなり気に入ったので、おそらくめちゃくちゃヘビロテするだろうなと思ったので、安定の黒にしました。このフォルムすっごい可愛いよね。こういう感じで、ぎゅーっと、ここまで結構開くので、意外とね、小さそうに見えて、容量も結構入る。ボストンバッグだったりとかブランド品のバッグはなるべくフォルムが崩れないように中にしっかりねあんこを入れて保管してます。これはねすごい可愛いし使いやすい。でもねもう売ってるかな、もう売ってないかもしれない。限定のバッグだからもう売ってないかもしれないんだけど、これはねすごくお気に入りのバッグです。今回紹介するバッグはですね、めちゃくちゃ頑張って高いバッグを買いましたっていうよりも、まあ、日常使いできてコーディネートを格上げしてくれるようなバッグを選びました。はい、では続きましてこのボストンバッグを紹介します。これはフォルニュアという韓国のブランドのバッグです。この箱もあるんだけど、このね大きな箱に入ってきました。韓国から送られてくるのでちょっとねお届けまで時間はかかるんだけど、そんなにね待ったわけではなかったですね。でこのホワイトのねボストンバッグを今年の夏前に購入してすごく良くて別の形を買ってみました。これがねダークブラウンのボストンバッグ、こんな感じです。個人的に今年はこういったムーンバッグだったりこのボストンバッグがすごく気になるかな。でムーンバッグみたいなのもステラ・マッカートニーと同じような形があって、まあ、それはねもうステラ・マッカートニー持ってるからいっかと思って今回はこのボストンバッグにしてみました。カラーがねダークブラウンなんだけど、最近ブラウン系は全然新調してなかったからいいかなと思ってこれにしてみた。持つとこんな感じ。ステラ・マッカートニーは持つとこんな感じです。このフォルニアのボストンバッグはしっかりとしたレザーで容量もかなり入るからすごく便利。容量がねめちゃくちゃ入るの。冬だとボトルとか持ち歩くことが多いからこれはねもう使ってみてすごく便利でした。でフォルニアのロゴがここに入ってますね。さりげなくあのインスタグラムとかでは割と綺麗めなイメージの印象があるブランドなんだけど、こういった感じでアイテム一つ一つ見るとカジュアルコーデにも合わせられるからかなりおすすめです。ステラ・マッカートニーは割とねいいお値段がするんだけど、このねフォルニュアは高すぎず安すぎずコーディネートを格上げしてくれるバッグなので個人的にはかなりおすすめのブランドです。パッと見もう見た目から高級感がある感じがします。ボストンバッグはこんな感じかな。はい、これもちょっと紹介する前に購入品紹介だからついでに紹介するんだけど、この机最近買ってめちゃくちゃ良かったからこれもついでに紹介します。いつもあのダイニングテーブルのところで撮影してるんだけど、今日はね珍しくこっちで撮影をしてみました。カメラの向こう側にテレビがあって、でここにソファーがあって、このテーブルがね今までこのローテーブルだったの、リビングみたいな感じで使ってたんだけど、ここでね最近仕事をし始めてすごいローテーブルが使いにくすぎてラウンドテーブル新調したんだけど、これがねすごく良くて、この今ね段ボールを避けました。テーブルの大きさが直径60センチで、なんとですねこちら上げ下げができます。見ててね。はい、こんな感じで上げることもできるし、アップダウンできるのがすごく良くて、まあ、なんでかっていうと、まあ、普通のダイニングテーブルセットだったら、まあ、セットで買えばもちろんね高さは合うんだけど、正直ねこのソファーとテーブルの高さって何が合うか分かんないからさ、なんか高さ合うのかなっていうのがすごく心配で、リビングスペースでパソコンを置いて
こう仕事をしたいなって思ってたから、この高さはねすごく大事だったの。高すぎたり低すぎたりしたら結局合わないから、それがすごく心配で、新調するなら絶対この上げ下げできるのがいいなと思って今回これを買ってみた。もうおうち時間が快適になりすぎたね、これ買ってから。今までその仕事とかもダイニングテーブルでやることもあったし、自分の部屋でやることが多かったんだけど、もう最近ここだもんね、ずっと。この前届いてもう使い始めて数日経ったんだけど、これはね私一人で組み立てました。結構ね重量感もあるんだけど、説明書見ながらね簡単に組み立てられました、私一人で。いやこれはね最近買ってよかったアイテムです。天板がブラウンで、足が動かないね固定式のものになってるんだけど、なんか、ね、キャスター付きのものもあった。はい、全体の机の感じはこんな感じです。このレバーで上げ下げができるようになってるので、すごく便利でございます。天板はこんな感じでね、しっかりとコーティングされててすごく使いやすいです。足はこんな感じの天板になってて重量感もあります。めちゃくちゃ使いやすい。これはこんな感じでカフェテーブルにもなるし、お仕事でも使える、映画見ながらお菓子も食べれる、ピザも食べれる、そんな感じのちょっと広めのテーブルになったのでめちゃくちゃ嬉しい。はい、ではね休憩はこの辺にして、ではバッグの続きいきます。私のインスタグラムとか見てくれてる方はわかると思うんだけど、この MM6 のミニバッグ、これ購入しました。ミニバッグもこれはねポーチって言った方が早い気がするけど、いろいろねコーディネートに合わせてた時にこれの質問がかなり多くて、多分みんなさん欲しいけど容量どれくらいですかっていうので、ね、質問がねめちゃくちゃ多かったの。容量は正直マジで何も入りませんマジで何も入らないぐらいの容量なんだけど、まあ何かとね皆さんもうそろそろ荷物とかもすごく少なくなってきてる方もいると思うので、まあ、入るものとしてはリップ、お家の鍵とか、あとは iPods とかなら入るかなっていうぐらいのサイズ感です。携帯はね入ります。でもね頭は出る、この時点でね結構入れにくいんだけど。でちなみに私この携帯がね iPhone 13 mini なんだけど、ミニで割と横はゆとりあるかなっていう感じだから、普通の iPhone だったりプロ使ってる方は本当にギリギリかもしれない。本ケースみたいな感じかな、そんな感じで使ってもらえるといいと思います。私割とこれ使ってるんだよね。ただね一つ難点があって、ストラップがね短い気がする。私はギリギリこう斜め掛けできるけど、これ以上さ調整できないから、ここに真ん中に掛けるかなっていう感じのストラップの長さかもしれない。結構短め。 MM6 は割と手に取りやすい価格でコーディネートを格上げしてくれるアイテムが多いから、私はね買いがち、すごく買いがち。なんだろうな、こうめちゃくちゃ思い切って頑張って買うバッグっていうよりも、あコーディネートに合わせたら可愛いから買おうとか、そういう感覚で買うことが多いかも。なので MM6 のバッグこれだけじゃなくて、今回ねあと2つ新しく購入しました。これじゃじゃん。はい、もうこの2つはね今回初めて MM6 のトートバッグでカラー系のアイテムを買いました。今まで持ってたのはブラックとホワイト、今回カラーものも挑戦してみました。もうこれはねカラーに一目惚れして買いました。これも、22年の新作です。 MM6 のジャパニーズトートバッグの中では一番小さいサイズだと思う。こういう感じ、持ち手はこのようになってます。かわいいよねこの MM6 のロゴが入ってる。で容量も割と入るし、三角になってることでそこの方にねしっかり容量もあるし、あとは内ポケットもついてます。でこれはねフェイクレザーだから、雨の日とかもすごく使いやすいし、あとはカラーがね結構気に入りです。ホワイトもあったんだけど、今年はこういう感じのイエローっぽい気分かなと思ってこれにした。これがね色味がね一応乾きだったんだけど、なんか黄色っぽい感じのカラーにも見えるかな。このサイズはね初めてだった。もうすごく使いやすい、めちゃくちゃ気に入ってる。多分一番、ね、カラーもので買ってよかったなと思ってる。なんか思ったんだけど、私カラーアイテムは割とこういった感じのグリーンよりイエローよりのアイテムだったり、あとはブルー系が多いかなって思う。こちらも購入しました。これはねもうめちゃくちゃ最近出た新作がナイロンになってます。中がオレンジで持ち手がブラックで、これもロゴがついてます。
これはね、もう本当にあのコーディネートに絶対合わせやすいと思ってこれにした。今年の冬コートはブラックのロング丈で、あとはベージュのロング丈のキルティングコートがあるから、もうそれと合わせたら絶対可愛いと思う。ロングコートだとワントーンになるし、同じコート着てると毎日同じ服着てますみたいになっちゃうから、こういうねバッグで遊び心を入れるのもありかなと思いました。まだねこれは1回も使ってない。ナイロンだからすごく軽いし、雪の日とかそういう時でも絶対使えると思った。ブランドによって季節の新作アイテムがこう毎シーズンね出ると思うんだけど、夏の素材のものは買いがちなんだけど、冬はねボア系が出てもボア系はあんまり買わないかもな。まあ、可愛かったら買うけど、今まではない、買ったことはない。冬はね、夏はねクリアバッグとかはすごく気になるけど、冬はボア系はまだ買ったことがないです。 MM6 はもうかさばらないし、しまいやすいし、何よりねもう使いやすい、容量がね適量に入るからすごく使いやすい。でね、ブラックもね持ってきたんだけど、これもフェイクレザー、これめちゃくちゃ使ってるんだけど、このくたり感がねまたいい。最初こんな感じでね、ちょっと固めのレザーなんだけど、どんどんね使ってくるとこんな感じで馴染んでくるから、この感じも好き。まあ、これ定番だな。メッシュバッグこんな感じ、めちゃくちゃ大きくて、これは肩にかけれるかなっていう感じ。荷物がね多い時はこれを持ち歩くことが多いかな。似たようなのって他のブランドで出てると思うんだけど、私はこの MM6 にしかないカラーが結構好きです。ね、こうバイカラーにしたりとか、あとはこういうどこにもないカラーがあったりとか、そういうのが個人的にはそのブランドのね価値観を作ってるんだなと思います。一つ思ったのが、取っ手のところが、前使ってるのはねこんな感じで何もロゴが書いてなかったんだけど、今回はね書いてます。あとは素材でも楽しめるのはいいかなって思う。 MM6 ももちろんね、あの本革だったりすると結構なお値段がします。なのでフェイクレザーっていうのも個人的にはありがたくて、ガシャガシャ使える感じが個人的には結構好きです。はい、では次にね、あと2つなんだけど、去年から結構マイブームなブランドなんだけど、こちらガニーのショルダーバッグです。こんな感じの、ガニーって皆さんご存知ですか？最近こうセレクトショップでもよく置いてあるかなと思います。さりげないロゴ、さりげないロゴが個人的には好きだし、割とね個性的なブランドではあるんだけど、まあ、そこがね面白いところで、カラーリングももちろん好きなんだけど、今回はね初めてのバッグということでこのブラックにしました。ピンクとかもあったけどね、それもねちょっと気になったけども、定番のブラックにしました。で今年はねこれのねガニーのブーツもゲットしました。これからどんどんねもっと流行っていきそうだなって思うブランドです。またガニーの新作ゲットしたらご紹介しようと思います。今ご紹介したアイテムはちょっとだけなんかハイブランド的な感じのバッグのラインナップではあったんだけど、今回ね気になってるブランドでバッグを新調してみました。こちらじゃん、コントロールフリークというねブランドのバッグです。でこれがナイロン系のバッグで、アウトドア系で使えるようなバッグですね。あの、もともとこれは付属で付いてます。お財布みたいなポーチが付いてて、紐とかがね、すごく使いやすくて、こういう感じで使えます。ここが巾着になってる感じで、小物も出し入れしやすいし、ここにね、チャックも付いてる。こんな感じでここに物いっぱい入れられて、でここはねあのブラウンでバイカラーになってる。なんかこれだけ種類違うんじゃないっていう感じだよね。これのブルーもあったんだけど、今回はねたくさん使うだろうなと思ってね黒にした。でもブルーすごい可愛かった。最近アウトドア系のカジュアル系の洋服も増えてきて、今はねこういうちょっときれいめなニットワンピース着てるんだけど、たまにね本当にカジュアルにマウンテンパーカーとか着ることもあるし、まあ、そういう時のコーディネートのアクセントになるかなと思ってこれにした。付属のミニポーチはめちゃくちゃ使えるんだよね。お金も入れられるし、あとはリップも入れられるから、割とこういうのがちょっとしたね買い物だったりとか
めちゃくちゃ使えるアイテムになると思ってこれにした。シンプルすぎずちょっと個性的なところもあって、コントロールフリーク最近知ったんだけど、ブランド個人的に気になるブランドなので、これからたくさんチェックしようと思います。はい、今回は最近新調したアイテムをご紹介させていただきました。このブランド知らなかったけどチェックしてみようと思ってもらえたらそれだけで嬉しいです。ではまた新調したアイテムがあったらご紹介したいと思います。では本日も見ていただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。